田代から中央へ薄井、もう一度さあ田代、ここはクロスが入りそう、シンプルな中央でクロスヘッド決まりました。先制は長崎、平松中が決めていきました。今シーズンの得意なこの長崎のサイド攻撃、高田社長にも笑顔があります。ちょっとねやっぱりこの 3-4-2-1 でこう狙いを持ってボールを動かすとかちょっとやっぱり、ま、慣れてるというかね、はい、こうチームとしての、ま、完成度というかそれがありますよね。ですからこう常にボールを外に外にっていうよりは一度中央を使って寄せといてサイドを使ってそしてそこからのクロスに対しての、ま、上げる方と